率的な問題で当たってもいいんじゃないでしょうか。よーい、来なかったらね、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よしさ。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。本日10月16日1番くじ、僕のヒーローアカデミア The Movie World Hero Mission 開催されます。1回680円、今回5回挑戦していきたいと思います。正直ね、お金があればもう10回20回と欲しいフィギュアが出るまでやっていきたいんですけども、あいにくお金がありません。なので泣いても笑っても5回勝負。ちなみに監督とヒーローアカデミアの関係なんですが、関係？ヒロアカの第1期と劇場版最新作のこちら 4DX 版を体験しました。その時のツイートはこちら、鑑賞終了、やはりアニメ ×4DX は最強、座席重心振動はキャラとその瞬間瞬間の感情がダイレクトに伝達され、没入感がえぐい、不安視していたほぼシリーズ未見鑑賞、ワンシーズンからめちゃくちゃ成長していて、みんなヒーローとしての自覚、本気度、責任感がマジ、鑑賞中に常に目頭がジンジンした、見てよかったというわけでですね、すっ飛ばしね、4DX 版の最新版の映画を見たんですけども、めっちゃいい。ヒロアカ見てない人は人生の大切なものを失っていると言っても過言ではないくらいです。早く2期見ろっていうわけなんですけども、第1期のレビューをね、編集して公開してからでないと見れないというですね、自分に課したルールを設けているので、今現在編集頑張っております。ラインナップを見ていきたいと思います。上位賞 A 賞緑谷デク、リギア欲しい、 B 賞爆豪勝樹欲しい、 C 賞轟翔斗欲しい、 D 賞エンデバーめちゃくちゃ欲しいです。ちなみにですね、エンデバー箱がめちゃくちゃでかいらしいです。しかも1ロットの中に1つしかないというね、1個しかないエンデバー、もう絶対欲しいでしょう。でその次の E 賞タンブラー、これは欲しいよ、実用的マニアとして。よしーわー、最近ですね、寒くなってきたのでタンブラーをですね、しかもね、色が黒ってね、かっこよくないですか。でその後の F 賞キャンバスボードは、まあ飾れるとして、 G 賞のラバーチャーム、これはちょっとね、飾り方がわからない。こういう小物系に関してはですね、正直集めていないので、今回は、ね、フィギュア ABCD、 そして E 賞のタンブラーも、こいつらをめがけてスマッシュを当てていきたいと思います。ヒロアカのフィギュアめちゃくちゃクオリティが高い。監督今現在こちら持っております。お気づきでしょうか、なんとですね、今回のデク、タッチャー、バクゴ、エンデバー全員いません。フルサイズのフィギュア持っていないんですよ。劇場版でもメインを張っていた3人のフィギュアを一体もね、持っていないというわけで、今回ちょっと当てていきたいなと思います。過去に鬼滅の刃1番くじをですね、合計15回挑戦してるんです。フィギュアがゼロなんですよ。そろそろ確率的な問題で当たってもいいんじゃないでしょうか。逆にもうここで来なかったらね、相当やばいぞ。というわけで、では聞いていきたいと思います。シャーこれ5回で。あ、はい。あ、何回？あ、5回。5回。はい。私は先生でも4枚してますので。はい。それではこちらお受け取りになりますのでお待ちください。はい。帰ってきました。時刻は8時です。別件で撮影の依頼が入っていたので、撮影をしてきました。というわけで、成果でございます。はい。でかいな、なんかでかいよ。ちょっとずつ紹介していきたいと思います。まず解消からいきたいと思います。銀賞ラバーチャーム、こちらなんと1個しか出ておりません。続きまして F 賞キャンバスボードがお二つ出ました、ありがとうございます。続きまして E 賞こちらタンブラー、いや欲しかったタンブラーね、1個ゲットできました、ありがとうございます。なんか想像よりサイズが小さかったです。続きましてこちら表やべえ紹介します。じゃじゃーん、
念願のフィギュア。でかくね？ちょっと待って。いや、正直監督フィギュアね、欲しかったけども、どうせ今回は当たんないでしょうと思って、こういうね、ちっちゃいカバンにいたらね、もうパンパンで入りきらなかったんですよね。というわけで、こちら。出ました。ピリッとめくったで3番目にね、爆豪勝機って出て、すっごい嬉しかったです。ちなみにこちらなんですけども、通常版とフードも付いてるので、2バージョンね、好きなバージョンに切り替えることができます。いや、重たいよ、ちょっと。これくらいの重さです。でけえな。はい。で、今回なんですけども、店舗のファミリーマートに行ってきました。ヒロアカの一番くじが開始されるのが10時なんですけども、約1時間遅れの11時に行きました。で、商品に関してはですね、こういう箱が3つぐらいと、あとはエンディバーが残っておりました。半分ぐらい減っておりました。今まで監督はですね、数人引いたぐらいのほとんど真っさらな状態で引くことが多かったんですけども、今回はかなり減ってる状態で引きまして、ゲットできました。ありがとうございます。嬉しいね、これ。ほんと嬉しいね。今までね、フィギュアってまあプライズで購入したりとかメルカリで落札したりとかね、やったんですけども、ピリッとめくって、爆豪勝機と出てきた瞬間、もうニヤニヤが止まらねえ。もちろんね、ま、目の前に店員さんがいるので、もう普通に、っていう感じだったんですけど、もう心の中では、もうめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでですね、開けさせていただきたいと思います。まずですね、解消から、今回は2カメじゃなくてもう1カメでいきたいと思います。で、人称のラバーチャームなんですけども、こちら14種類となっておりまして、デク、カッチャン、トトロキくん、まあ、とりあえずいっぱいいます。まあ、でもこの中で言うと、やっぱスイちゃんが欲しいかな。いやー嬉しいな。今までね、合計で15回やって、もうほとんどね、解消だった自分からしてみれば、フィギュアが当たったのは奇跡です。ありがとうございます。では、いきます。3、2、1、はい！はい。おー、デク、かっこいいデク。ラバーチャームですね。いや、ラバーチャームってこれどう使おうかな。まあ、カバンのところにつけるんですか？ポケットしました。デクですね。いや、劇場版見てよかった。最高でした。続きまして、F 賞、キャンバスボード。実際に手元にね、来るのが初めてです。まあ、欲しいのは、まあ、もちろん、つゆちゃんと、まあ、エンデバーとか。いや、もうこれ、みんな欲しいですね。被らなければいいですね。今回、2つあるので、いきます。3、2、1、はい、誰、お、かっちゃんいいね。質感、この感じ、本当にこれキャンバスだよ。裏はプラスチックで、これただの紙じゃなくてもキャンバスボードで、ここに紙があるので、これに立てかけて、いや、いいね。最高でしょ。これにこのフィギュアを後ろにかければもう完璧。ありがとうございます。じゃあもう一個被らなければいいかな。誕生日が同じなお茶子。あと、ま、劇場版のロディもいいね。ま、エンディバーもいいし。いきます。3、2、1。はい。いいね。主人公、デク。同じ種類。だったら、トドロキくんも欲しいな。あ、これなんかかけれるんだね。なんかこれ引っ掛けて、かけたりとかできるっていうわけですよね。いいね。はい。というわけで、デクとカッチャンをゲットいたしました。ありがとうございます。はい。続きまして、タンブラー。実用的で嬉しいです。ありがとうございます。サイズがちょっとちっちゃいのが残念なんだけども、3人とデク、カッチャン。あ、ちなみにこのメガネなんですけども、ちょっと、こちら見てください。メガネの残骸です。私の愛犬、ナビーくんがですね、ぐちゃぐちゃにしました。メガネケースの上に置いてるんですけども、上からさらっと取れるやつなので、やられました。このメガネに変わります。でもですね、申し訳ございません。監督今撮影してますストックが、あと30本ぐらいあります。なので、このメガネをつけている動画が出されたら、結構最近撮ったんだなっていう、この ZV-10 買ったので、このメガネとセットで ZV-10 で撮ってんだなってね、見ていただければなと思っております。早速行きましょう。じゃあ開けていきたいと思います。はい、行きます。3、2、1。お、とどろきくん。おー、いい。劇場版の3人。デク、かっちゃん。そして、とどろきくん。はい、ありがとうございまーす。タンプラーだけど、超プラスチックですね。と思ったよりはちょっと、これはですね、使いたいと思います。まあ、サイズ的にコーヒーは入れますね。まあ、こんな感じで、ありがとうございます。はい、というわけで、ラスト。こちら、開けていきたいと思います。ツイッターで監督やっぱり気になってね、ヒロアカ一番くじって、ね、超人気らしてですね、買えない方が続出しておられました。それを見てね、このね、爆豪をね、メルカリで見ますとですね、一番安いのさらっと見ますとですね、これを売れば6500円ですよ。もちろん、絶対に売らないですね。いや、でも6500円か。これ5回引いたんで、もう3400円で引いて、おかしいよね。いやでもね、1回も引けない方がいたということでですね、ありがたくいただきたいと思います。というわけでですね、めちゃくちゃクオリティが高いですね、ヒロアカのフィギュアを開けていきたいと、おぉ、うーわ、ちょっと見て、めちゃくちゃやばいよ、これ。これ、すごっ。こんなの一番くじ、680円でいただいてよろしいんですか？やっべ、うーわ。ちょっと待って。新品の匂い。うわー、
ーちょっと待って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 、うわー重っ、うーわ、ええー、ちょっと待って、クオリティが高いよ。で、劇場版見てよかったわ。うーわ、見てこれ、ええー、ちかでかいな。見てこの足、足と、あとこの足のガード、これ、そして背中、うわ見てこれ、ああ、あ、そういうこと。顔二つ。なんか帽子被せるのかと思ったら、帽子脱ぎバージョンと帽子被りバージョンがありました。痛い、やっぱり、爆豪の髪の毛痛えわ。これはね、このままつけていいの。痛い。痛いよ。爆豪さん痛いんですけど。うおぉ。見て。かっこよすぎでしょ。うわ、これはみんな欲しいわ。うわー、このデカさは、多分これ初めてじゃない？初めてですね。やっべ、これ。しかもこの重量感。そしてフード付きバージョン。うーわ。うーわ、見て。あー、劇場版見てよかったー。いいねー。どっちにしようか。これね、やっぱ2体欲しくなるわ。わかった、そういう理由が。はい。で、この透明なやつは足置きですね。倒れないようにするための足置きです。まあ、でもこれなくてもちょっと不安定だけども、なくても立ちます。こういう感じで置きたいと思う。いや、リュックも欲しい、驚きくんも絶対欲しくなるじゃんこれ。でもこれ全部揃えたらな、メルカリで揃えたとしても安くて5000円だとしてもあと1万か。いやー、きついな。とりあえずこちらは大切に飾っていきたいと思います。はい、というわけでですね、このチャンネルではですね、こういったオタク、アニメグッズなどを紹介したりですとか、監督自身自主映画を撮っておりまして、大好きな映画だったり、まあドラマだったりね、アニメーションだったり、いろんなね、レビューを徹底的にやっております。で、そして本日なんですけども、チャンネル登録者300人いきました。ありがとうございます。コツ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 ですね、1年今9ヶ月ぐらいですかね、やっておりまして、最近298からね、全然動かなかったんですけども、で、今日の朝見たら299、そしてこのね、一番くじ引いてきて、もう撮影終わった後見てみたらね、300人なんと言っていました。ありがとうございます。これからもどんどんね、年内500人を目標としております。あとね、2ヶ月半で増やしたいな。それはもちろんね、動画投稿しておかなければね、30本溜まってんで、もう1本でも多くで、ね、出していきたいなと思っておりますので、ね、まだチャンネル登録してないそこのあなた、ぜひともよろしくお願いいたします。めちゃくちゃ熱く語ったね、ヒロアカのレビューも今後出す予定ですので、ぜひヒロアカ好きな方は登録をこの機会にしていただければなと、していただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。まあ、鬼滅と比べちゃちょっと何年何年休みをさらっと見ますとですね、6500円で売られておりました。ですけども、めちゃくちゃ熱く語った、めちゃくちゃ熱く語ったね、ヒロアカのレビューもありますので、今後出す予定です。